優しくされるとそれだけで相手に恋心を持ってしまいます。私の話を熱心に聞いてくる、私の存在を認めてくれていると思うと嬉しくなってしまいます。こんな恋愛の仕方でいいのでしょうか。恋愛の仕方がいいとか悪いとかっていうのはどういう基準で判断すればいいかって分かりませんからお答えできないんですけど、そのこれ一体その先どうなるかっていうことですが、まずここで冷静に自分を分析すると、あなたが愛しているのはあなた自身であって、で愛している自分、これを認めてくれる人が好きだってことなんですよね。だから基本的にあなたはあなたを愛してて、でそれ言い換えると愛してるあなたを認めてくれれば誰でもいいっていう話になりかねないっていうことがあると思うんですよね。そこんとこがちょっと落とし穴だなってことですね。自分を今まで他の人はこんなに愛してくれたことがない、その人は客観的に見ると悪いとこあるけどってことになった時にいいかどうかですね。だから自己愛が強すぎて相手が自分の自己愛を満たしてくれるからというだけでですね、バランス感覚、客観性を失ってしまって、相手の欠点、問題、これを見過ごさないようにしないといけないと思います。まあ自己愛に酔ってるうちにですね、自己愛の充足に酔って舞い上がってるうちにですね、こう冷静な目がなくなってしまってっていうことはまずあるのかなと思います。でもうちょっと先に行くとですね、でそういった相手に大きな問題がなくて良い人だったとしても、結局最終的に恋愛が続くかどうかっていうのは、自己愛を充足してくれるっていう相手、というだけじゃなくて、その相手を自分も大切にできるかってことが出てくると思うんですね。つまり恋愛っていうのは2つの愛があって、1つ目は自分のために求める愛っていうか、自分のために相手に求める愛ですね。これは自己愛であって、仏教では欲愛といってですね、結局は自分を愛してて、その愛してる自分を愛するための手段として相手がいるっていうことになります。そうするとそれで期待に反することになると、途端にこう、まあ要するに憎しみっていうか人間不信とかに陥ってしまうので、そういったその将来、問題があるだろうと思うんですね。もう一つの愛は、その相手のために与える愛っていうことで、これは仏教では慈愛と言って、言います。まあ、こうして相手本位に考えて相手を大切にする、相手のために与える愛と、とか自分本位で自分を大切にしてくれる相手を求めるっていう、自分のために求める愛と、この2つはあります。ちょっと難しい言葉になりますが、自分のために相手に求める愛を欲愛、カーマテンハー、カーマテンハーで、一方相手のために自分の方が与える愛、これを慈愛、メッタないしはマイトリーと言っています。まあいわゆる仏教の仏様、これはこの慈愛ないしは慈悲、これに優れているってことなんですね。で一般的によく後者のことを見返りを求めない愛とか、無条件の愛とか、それから純粋な愛とか言いますが、まあ、そういった類の話です。